お、来たか。早くこの頑固なメガネを何とかしてくれ。この欲深き者め。お客さんやめてください。みんな見てます。一体何がどうしたの？店長からこいつに周辺を案内しろと言われて、この辺をブラブラしてたんだが、それがな、さっきメイの屋台を通り過ぎた時にひょいと果物を手にしてそのまま食っちまったんだよ。バヘ。あ、ユモちゃん聞いてよ。この変な人がうちの商品を勝手に取ろうとしてるのよ。まだこんなにたくさんあるだろう。バヘ、たくさんとかそういう問題じゃないよ。前に別のとこの果物を食べたが、こんなに抵抗されたことなかったぞ。果物泥棒はやっぱりバヘだったの？力が暴走したからじゃなかったんだ。俺の故郷では果物はみんなで分かち合うものだった。ここはバッヘの故郷と違って、お金を出して商品を買わないとダメなんだよ。人間の社会では金というもので物々交換をするんだぞ、バッヘ。そうなのか。すまない、それは知らなかった。お兄さんってば、いい歳してこんなこともわからないの。メイちゃん、ごめん。僕が代わりに代金を支払うよ。今回はもういいわ。その代わり、しっかりこの世間知らずなお兄さんを見ててちょうだいね。はい、本当にごめんなさい。すまない、あそこに置いていたら誰もが好きに食べていいと思った。勝手に取ったら泥棒なんだから、これから気をつけてね、バッヘ。わかった。店長の任務より疲れたな。コウモリの一族って全員こうなのか。まあでもこいつはユモの話ならちゃんと聞くようだから、俺を助けると思って一緒についてきてくれ。頼む。僕が？いいよ。じゃあこの辺を適当に回ってみる？なぜこんなに人間が集まっているんだ？ここはたくさんお店があるからね。みんな遊びに来てるんだよ。理解に苦しむ。俺なら外を出歩くより眠っていたい。人間の命は限られてるからな。だからこそ俺たちより1分1秒を楽しんで生きてるのさ。なるほど。分かったような、分からないような。利用おじさん、やっぱり言うことがおじさんくさい。ほっとけ、俺はもともとおじさんだからな。そうだ、前に正門町に来た時、人間が楽器を弾いてるのを見たことがある。今はいないのか。バッヘが言ってるのって、もしかしてストリートミュージシャン？まだ早いからね。もう少しだったらいるかも。バッヘは音楽に興味があるのか。少し。若者が趣味を持つのは良いことだ。ただ暇してるよりはいい。頑張れ。またおじさん臭い発言。ちょっと待った。お、どうしたの？なんだ？この顔、見覚えがある。おお、ポスターの人か？近頃よくテレビで見かける顔だな。名前は覚えていないが。ああ、彼女はリベータだよ。勇者の憧れで有名人なんだ。バッヘったら意外と詳しいんだ。有名人？いや、それは違う種族だ。彼女は崑崙人なはずだ。崑崙人だ？
あ、まあ俺や店長みたいに正体を隠して人間界で暮らすやつなら5万といるだろう。それじゃあバッフェはどこで彼女を知ったの？やっぱりテレビで見たとか？いや、彼女に会ったことがある。あ、どうしたの？思い出したぞ。意識を失う前に6番出口の近くで彼女を見かけたんだ。ヤッコさんがお前を陥れた張本人か？だがここは正門町だぞ。こんなとこをのこのこ歩いてるとは。とにかく会ってみようよ。何かの手がかりが見つかるかも。乳脈石のかけらの反応あり。周囲を調べれた。この近くだ。見間違いだろ。人気モデルが一人でこんなところにいるわけないよ。それもそうよね。それにあの人何か具合が悪そうじゃない？どうせ酔っ払いだよ。関わらない方がいいよ。早く行こう。おいおい、混乱人の気がダダ漏れだぞ。一体どういうことだ？あの人が僕たちが探してる人？本当にリベーダ本人だね。そこの女、聞きたいことがある。おい、お嬢さん、大丈夫か？いや、シシ、近づかないで！何？消えちゃった。いや、優先帳に入ったんだ。リオ、ただの案内が何をどうやったら新しい次元の亀裂が発生することになるんだ。そう言われても。まったく、災いの対応で忙しいって時に混乱人の面倒も見なきゃいけないとはね。まあいい、バッフェの二の舞にならないようにさっさとあの女を探しに行きな。了解。なんだか苦しそうだったし放っておけない。
間探してみるかい。欠片があるみたいだ。探してみるかい。
ならこっちの攻撃が効くはずだ。かけらの反応だ。見逃すなよ。
かけらの反応だ。見逃すなよ。か味方かわからないうちは油断するんじゃないぞ。リーオおじさんってそういうとこがお母さんみたいだよね。優先長には長くいるが、雨が降ったのは初めてだぞ。珍しいことなのか？ああ、いつもと違う。彼女の力が暴走している。制御が効かなくなっているのか。じゃあ早く彼女を探し出さないと。今はうろついてる場合じゃない。早く行こう。おかしい、ここに反撃はなかったはずだが。まあいい、リオ、反撃を取りに行けな。やら、はあ、食いしばない。こんなもんか。ああ、ここに白血鏡を隠しておいたはずなんだが。もしかしてあの災いが持ってるのが白血鏡なの？なんだと？あいつめ、早く追いかけるんだ。じゃないんだぞ。コンドンの装置は災いでも勝手に使えるのか。前方に敵の気配を感じる。
またか。回り道をするぞ。こんなんで捕まえられるのかな。食いしばれ。こんなもんだ。気をつけるんだ、イモ。一緒にビートを刻みたくなる。お願い。皆さん。おお、なかなかやるな。最近の若いやつはすごいな。食いしばれ。やったぜ。食いしばれ。もっと強くなれ。チャリア、倒れろ。危ないところだった。やこれで袋のネズミだな。キュウソネコの仲間にならないといいな。やっ、いでよ。やっ、チャリア。このどうだ。グリア。やっ、チャリア。やっ、チャリア。このどうだ。悪くないぞ。これはすごいな。最近の若いやつはすごいな。こんなもんか。数は十分に減ったか。完了だ。やっ。
なんだ、負けると思ったのか、やはり慣れない。大きくなったり小さくなったり。俺も最初はそうだったからわかるぞ。だが戦いに支障が起きないように早く慣れるしかない。ごめんなさい。そういえば僕気になってたんだけど、リベーダさんはおじさんをとても怖がってたのか。人相のせいか。ああ、そうかも。僕も最初おじさんに会ったときはどこかのチンピラかと思ってね。お前さんたち好き勝手言ってくれるな。むっとりあえずお店に戻ろう。店長待ちくたびれてるかも。僕の服だぜ。最後の一服ただいま。あ、ユモ、やっと帰ってきた。台北が今すごいことになってるよ。見て、ついさっきすごい大雨が降ってきたんだけど、淡水河の水位が一気に上がったってニュースでやってるよ。政府が避難勧告を出すか検討しているんだって。私たちも早く逃げた方がいいんじゃないかな。何？そこまでひどいとは。私も寮に戻って荷物をまとめなくちゃ。じゃあユモも急いでね。あ、よいしょ。なんて素早いの。向こうの雨と関係してるのか。何をのんびりしてるんだい。早く彼女を探し出すんだ。うかうかしてると正門町だけじゃなく台北全体が危険に巻き込まれちまうよ。居場所はもう分かったのか。動きが派手だからね。おかげですぐに居場所をつかめたよ。近くのビルにいる。すぐ近くのね。
しっかり準備して向かうよ。Thank you.